るほど。もうね、結構全力で横引っ張るぐらいでちょうどいいぐらいかも。どのあたりを引っ張るんですか？もう7時うん、その辺返します。返してもいいし、返さなくてもいいですよ。とりあえずこの辺はいいですか？どんなも早いんですかこれ？なんか試し塗りとかしなくていい。まあいいか、練習だからいいか。あーってなったらなったで。これ今どんな状態ですか？いいですか？なんかあんま進まなかった。あ、じゃあちょっと食っちゃってる。食っちゃってる。そしたら少し抑え込んで、はい、感染病の元患者の家族に対する補償の金額について原告側の弁護団が最大180万円とする政府案の受け入れを決めたことが分かりました。超党派の国会議員グループが近く最終審議して法案にまとめる方針は、でまあ、5、6センチ進んだら、まあ、もう一回ちょっと引っ張り直して、でなるべくこの辺はこうウレタン潰してあげて、ミシンのストレスをなくすっていうか、手前踏むと、まあ、スピードが落ちる。スピードが落ちる。あの車のアクセルと一緒です。アメリカの首都ワシントンで17日、 G20 20の国と地域の財務省中央銀行総裁会議が開幕し、世界経済の成長を落ち込ませるリスクも明日の午前中にかけて、雨のピークは今夜から明日の朝にかけてで、ところによる前から曇るでしょう。あさって日曜日は曇り時々晴れで、都心の週末も。まあ、進化が問われるのはこの次ですね。こっちはほら、俺がこっち塗ってるから、そう、次こっちを、はい、全然あれですね、ガタガタしてますね。でもあのこのタックロールって谷が深いじゃないですか、はい、だからこんぐらい揺れても厳密には出ないですよね。そんなに、ここまで出ないね。そう、目で見て分かるぐらい揺れないから、はい、まあ、その辺も結構利点っちゃ利点かも。なるほど。その足が起伏って言っちゃあれだけど、そう、沈んでくれるから。なるほどですね。で、右塗ったら、まあ、今度左行くんですけど、左はやると分かるんだけど、多分感覚が全然、あれ、こっちと違う、なんか違えってなると思う。やると分かるんだけど、なんとなく想像つく。そう、なんかおかしいな、引っ張り方がおかしいなってなる。調整がむずいっすね。車だと思ってください。旧車乗ってる感覚で、しょっぱな、ダーって行っちゃうから。あわわわつって。か、家具に初めて乗る高校生みたいな。ああ。アクセル戻んないって。わかるっすね。ああ。スクーターがペアって行っちゃう。初心者っていい勢いでウイルスじゃないですか。あれのミシン版。これなんでかっつったら、うん、こう見ると斜めにって言ってる。これはね、永井さんは真横に引っ張ってるつもりが、縫ってるうちにこう引っ張っちゃってる、斜めに引っ張っちゃってる。あ、で、ずれてきて、そうするとずれてきて、ここが揺れるから、そう、この辺からなんとなくシワいるじゃないですか。はいはい、微妙なんとなくいるっすね。だから、あのね、バテてきてるの。甘くなってそう、引っ張りが甘くなってって、だから、だいたいうちでワークショップやる人は、はい、左側のこっちラインがもうめきょめきょです。ガタガタよりよりなんです。いや、下に上がったんじゃない。あんまり馴染みない人。音が入る。
音でわかるんですか。ほら、そしてゲームなんかそんな一瞬と日々取り入れる空回りしだすと音がする。カシャカシャ音、寝つきが良くなると眠れるみんな緊張するじゃん。脱線しそう。まあ当然仕事だから寝坊したら遅刻したらもう事務所にも大迷惑、その人たちにも大迷惑、信用がないとかっていろいろ。だから例えば4時起きが最近多いので、その寝る前に私にセットがある。若干気づかれました。油断するとも長いですね。ちょっと死ぬとやっちゃうタイプなんで。変なところに力入ったりしません、ね、いや、この辺はすげえ凝ってきた。そうなんですよ。なんでここがみたいなところがね、筋肉痛になるんですよ、このタックロール。そうそう、慣れてもなるっすか。なる、痛い。職業病みたいなのありますね。職業病、あ、この法令をやってた法制、法制であんまない。でもたまになんかこの構えてるホームに手がなりたがるとか。なんかある、そんな感覚がある時がある。あ、なんか普通に座ってるとなんかこうなってるみたいな。そうそう、なんかこう 手の形が押さえてる時の感じになっちゃうみたいな感覚があるから。無意識で、無意識でその形になっちゃう。まあでも支障は起きてないので、でもなんか、まあ、その他の職業病っつったらもういろんなとこ行って、はい、シートのステッチとか穴を探してしまうとことかっすよね。わかるっすね。飲食店行ったって座ったソファーのなんかステッチとか見ちゃったりとかして、ここはもうちょっとこの方がいいなみたいな。ああ、ってなったりとか。職業病ですよね。職業病。そう。それはあるな。病院とか行ってベンチとかの記事を見て、あ、これ三月だとか思っちゃう。あ、ここの使ってんだ。そう、あ、これ新コールのニュートップだとか。でもみんな大体そうだと思うんだよね、職業、職業の人は。だって俺の友達のカスタムバイクなんて、あのヤマハの SR とかの主要消耗品の部品番号覚えてますからね。ほぼ。あ、そうなんですか。ブレーキの部品番号とか全部覚えてるから、発注するときにいちいちカタログとか見ないですよ。何番目、暗記。大体そうなる。そうそうそう、ここどうなってるんだろうとか、一緒です。まあ、そうですね、いいとこも悪いとこも見るっすね。はい、行かないっすね。卸とかやるとちょっと厳しいじゃないですか。7掛けとか6掛けとかになる。何言ってんだよって話になっちゃう。そう、俺は何のために働いてるんだってなっちゃうんで。じゃなくて自分とこから売れるようになんとか作っていきたいなっていう。それあれですか、口コミがインスタと雑誌とか載っけてもらったりとか。雑誌載っけるとどうすか、反応あります？あんま、僕あのローラーマガジンとか、あー、ローラー出したんですけど、ローラーから売れたのかなっていうのは分からんですけど、なんかインスタから売れるのが多くなったんで、あ、多分安心感を売れたのかなっていう。あ、なるほど。なんか、あ、そこで見たから。あ、なるほどね。最後の背中を押す一押し、あー、ローラー持ってんならここから買ってみるか。なことあるけど、はい、全くだったな。そうなんか俺自体が雑誌とあんまり相性が良くないのかもしれない。なんですかね、雑誌に載ってんの見てっていう人ってお客さんでほとんどいないですね。ああ、もう昔から雑誌見て問い合わせましたみたいな人ほぼない。あ、本当ですか。
むしろなんか今までのお客さんが、あ、そういえば44これで乗ってたねみたいな、意味のない広告になってるから、乗ってたねって言われても、あー、そう、見たんで来ましたみたいな、ちょっとね、あ、うそ、だからもう広告はとか実際見たんだって。そうなんですね。そう、これちゃんと知っても相手の種類とか仕事の内容によるのかな。そう、それはあるかもしれないですね。まあ準備が大変すぎるのと、思ったより回収できないし、あ、なんか俺はちょっとこうなんか物作って物販ですっていうのじゃあんまり良くないのかな。あ、でもオーラっすよね。やっぱきちんと作って持ってくよりかは、あの、で車バイクの人と受けて、はい、家でやるっていうスタイルを貫いた方がいいのかなって思って、イベントはほとんど出なくなって、はい、お客さんがつけばね、いつもできれば何もなしで売れるようになるのがベストだなと思ってるんで、全くいいです、はい、広告のイベントに出さず、ローラーか、はい、ローラーの編集部の人知り合いですか。あ、本当ですか。光永さん誰だったかな、担当してくれた人の名前覚えてないですけど、光永さんだと誰がいたか。ローラーによく出てるあのヘビのサイドスタンド作ってる人知ってます。あ、知らないです。多分たまにあのローラーのアイテム紹介コーナーにいるんですけど、はいはいはい、あの知り合いで、なんていう社名に、ね、社名は分かんないけど、常長なんとかってやつだな、確か。へえ。そうそう、多分ローラーあれば見ていけば、ヘビかバラか、うん、なんかそういうのでサイドスタンドとか、はい、ナンバーボールと使ってる。へえ。あ、見ればもしかしたら分かんない。そいつはもう鉄で何でも作る人だ、ね、すごいですね。コブラのキック、うん、バームとか、はい、かっこよさそうですね。だから、ボーフリーとかローラーにくっついていくんですよ、別に。おぉ、すげえ。そうそう。だからこの間も行ってきたし。はい。行きますよ。だから、たまに工房行くと、はい、作り途中のヘビのサイドスタンプがゴロゴロ転がってて。量産するんですよ、ね。胴体と頭は別々で作るから、はい、ヘビの生首がいっぱい並んでたりとかして。ああ、そうなんですか。そのままうまくいってるんですか。じゃあ、はい、太さもこんなめっちゃ違わないですか。さあさあ、こちら、はい、夜ー。やっぱ夜んだよな、ね、この角度は。これが出てもいいっていう人もいるんですよ。そうなんですか。古いベイツタイプの TP シートとかはこれ出てもいいから一枚もんでっていう人もいるし、嫌な人はやっぱこの出るラインでカットして縫い合わせを作る、うん、すると出ないんで、ここだと絶対出ないですよね。ここだと出ないですね。もうちょい幅広めのタック、横タックにして、タックの縫い方はこの縫い方で作る。あ、するとモコモコがきつく出るから。あ、かっこいいですね。それもうちょい幅広めで、縫い上げで3センチぐらいの幅にして、うん、このオールドタイプのタックロールで横タックにして、はいはい、したらグリップも良さそうだ、はい、そしたら横まで行っちゃうとかっこいい。でもね、幅が結構ほら、あ、そっか、でかくなっちゃう、でかくなるから、ここがシュッとしてた方がなんか小ぶりに、ね、見えるから、サイクリングワークに、とりあえず一発はマチ付きで作ってみて、はい、まあ、なんか今回得たノウハウでこれを実験台に、はい、作ってみる、はい、やっぱ出たか。やはり出たか。ちなみにステッチ出るタイプだったら曲げながら縫えば、とりあえずこういう素材を使うっていうのは第一条件で、ああ、こういう素材だ。
サシートの素材なんですよ。はい、透明でなおかつ、硬質ウレタンなんで、こっちのウレタンより断然高い。こう、パッと入ろう。で、これに、これもまず、伸び方向があって、引っ張り気味にしてみると、いや、引っ張り気味に伸びるから、多分だから力が分散されるんじゃないですかね。